皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回も竹内恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはカットマンに超効く3つのゲーム戦術をやっていこうと思います。まあ、これですね、もう実際あのカットマンの方にちょっとお二方にちょっと出演していただいて、で実際の試合であのカット打ちの、 あの中上級者の方と当たって、その時にあのこうカットを崩していくっていうこういう戦術のやり方を、やっていこうと思います。で最初ですね、1ゲーム目はまずあのカット打ちで、ただ私最初粘るだけのカット打ちをやって大苦戦をします。まずその1ゲーム目をご覧ください。でしょうか。やはりですね、中上級者のカットマンにはですね、やはりやっぱ ずっとああやって入れ続けると粘られて、逆にカットマンの良さが生きてきついですよね。で2ゲーム目から私がやったのはですね、1つ目ですね、カットマンの守備力を落とす打ち方をやっていきました。これどういうことかっていうと、あの2ゲーム目からやっていくのは、あの皆さん普通カット打ちするときってこうドライブ持ち上げると思うんですけど、ドライブで持ち上げるときにこう足で溜めて、で肩を入れて溜めてしっかりかける、こういう皆さん意識でやってると思います。ですけど、あのカットの守備力を落とす方法っていうのは、実はこの時に、あの実はですね、このこうやって肩入れたり体入れ込むと、やっぱりこの時にループをするのか、スピードドライブを打つのか、コースをどこにするのかっていうのが、やっぱカットマンからすると結構分かるみたいですね。先に予測がこうされちゃうってことですね。ですけど、実はですね、2ゲーム目から私が効果的にやった打ち方、それは右足だけひっそりと落としてためときながら、右足は通常でためときながら、体はずっと正面待ちの状態でカット打ちします。最後まで正面体を向けて引きつけてから、最後に一気に打ちたい方向に打ち込む。このようにやると、私このやり方でパワーがない私でもですね、これでやるとカットマンのカットがあのノータッチだったり、こうバランス崩してカットを浮かしてくれたり、一気に形勢あの逆転できるという感じになります。でこのやり方でやると、あとメリットが他にもありまして、あの相手のカットの変化を見れるようになります。あのですね、ボール相手のカットボールを引きつける、よりいつもよりもより引きつけるようにするっていうことなので、引きつけるとカットの変化、切れてる切れてないとかよく見れるようになるので、落ち着いて変化を見れるので、変化ミスも少なくなる。なのでカットマンの守備力を大幅に落とすだけでなく、私のカット打ちのミスもかなり減ることができるという、落ち着いてカット打ちもできるので、最初やりにくい、自分打ちづらいんじゃないかなっていう、そういう最初からこう体入れて打つのがやっぱ慣れてる人からすると、そういう打ち方は慣れてないと思うんですけど、ただあのドライブができる方でしたら、今みたいな打ち方するとめちゃくちゃ効きます。ぜひ皆さん、ドライブ打法でカット打ちで打ち抜けない、打ちミスしちゃう方はこの打ち方やってみてください。慣れたらカットの変化も切れてる切れたりも簡単に見破ることができるし、先に相手がカットで構える方向が見えるので、待ってると辛抱強く待ってると相手が先に動くので、動いた瞬間の逆を狙うとか、なので相手が待ってる方の逆になるっていう感じになって、すごい一気に効くようになります。
おう。でしたでしょうか。すごいいい感じで攻めることができたのかなと思います。あれだけボールを引きつけるとやっぱカットマンって反応できなくなるんですよね。体を正面に向けたままでボールをしっかり引きつけちゃうと、で最後に打つ時一気に狙うってやるとめっちゃ効くんですよね。で右足入れとけばちゃんとスピンもひっそり右足入れとけばちゃんと強いドライブとなってなるので、ちゃんと正面向いたままでも右足がちゃんと入れとくっていうのが今の打ち方のミソですね。今度カットマンに聞くゲーム戦術2つ目なんですけど、これは2人目の方、カットマンの方に出演していただきまして、で、最初実はですね、以前前回ですね、結構苦戦したんですよね。前回試合した時に結構苦戦をして、いい勝負をして、あ結構やばいなって思ってて、その時のカットのやり方が、私両サイドに打ち込みすぎたんですよね。フォアとバックの端と端をこう両サイドにガン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 打ち込みすぎて、でその方早いカットが得意、早めのカットが来るので、その早い揺さぶりに変化が見えずにバックにドーンって言って早いタイミングが来て、早いからこうもう変化見れないんですよね。急いでポッて合わせる、そうするとドーンってこう攻撃を食らう、このパターンにはまり続けました。なので結構苦戦したっていう感じなんですけど、で今回
その戦術としてやったのがですね、あのカットマンの時間を奪う作戦をやりました。でそれはフォアミドル、相手のフォアミドル、ポケットの右ポケットとバックミドル、ここですね、左ポケット、この両ポケットに徹底して狙う作戦をやりました。やはりカットマンといえばミドルが弱点、ミドルが強く打てないというのが、まあ、皆さんご存知だと思うんですよね。ミドルを狙えばいい。でもその中でやはりフォアミドルとバックミドルっていうこういう2点を結構集中的にこう、ね、突っつきだったりドライブだったり常に狙っていく感じでやるとですね、そうすると、カットマンの時間を奪って、で私の時間がすごく増えます。なぜかっていうと、このミドル作戦をすると体が勝手に通常よりもカット打ちするとき台の中心でカット打ちをすることが多くなります。やはりここで端っこ狙うと端でやっぱここでやるから距離が全体的に遠い遠いになるので伸びるんですけど、真ん中狙うと真ん中からこう狙うとここら辺にコースがやっぱ返ってくるの多くなる、カットの球が多くなるので自然と真ん中に近くにこう体が私も集まるので、要するにカットの球がこっち来ても肘が折れているのでちゃんとドライブ強く打てる。こっちだ、今までの両サイド狙うとは遠いので変化も見れないし肘伸びてるから時間もない、だからポンって合わせる、そしてドーンみたいな、なのでここから威力のある球が出せるんですよね。なので遠くなったりしないので万全な体勢で常にこうやって打てるのでカット打ちめっちゃやりやすいんですよね。すいません。おー、帰ってくる。すみません。
すごいです。どうでしたか？すごいいい感じで試合運べたのかなと思います。あの時間の余裕もある、そのやっぱコートがちょっとやっぱ真ん中寄りに寄ってるおかげで、やっぱり遠くこうちょっと早めのカットを送られてもやっぱちゃんとドライブで間に合います。こうしなくない、前こう合わせてたんですけど、ちゃんとドライブで振れますし、で真ん中狙っていけば強く打たれないので粘れ粘れる。で私は真ん中で待ってれば両方こう落ち着いて処理できる、自分の時間はあってカットマンは時間がないっていう状態でだいぶ余裕ある感じで戦えました。はい、で今度ですね、今度はですね3つ目のゲーム戦術聞くのはですね、これはおすすめなのが無理しない作戦っていうのがいいです。無理しない作戦、まあ要するにあのカット打ちを全般的に私ずっとやってる時に見てほしいんですけど、あの打てる打てないっていうのを心の中で思いながらカット打ちしてます。要するに持ち上げてドライブ、カットとドライブでこう連続して持ち上げてどん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 打ってるシーンももちろんあるんですけど、それよりも低く切れてるカットが来たとか低い球来た時はこうツッツキで私無理せず返してますよね。結構なんともないツッツキでこう普通に返しちゃってツッツキツッツキしてでまたかけてでツッツキしてかけてツッツキ、ツッツキの割合私多いと思います。なぜかっていうとあれ一球一球見てるんですよね。自分が打てる範囲ってやっぱ分かりますよね。このぐらいの球だったらやっぱチャンスボールだし、カットがこのぐらい打ってきたらチャンスだし、これだったらちょっとやっぱ難しいなとかありますよね。そういう皆さんのその打てる打てないの基準ってあると思うんですよ。一人一人ハードルがやっぱ違うんですよね。で私はそれを自分であのこれは打てないと思ったら突っつけてください。で打てると思ったらかける、あちょっと無理だ打てない、いける、浮いてきた打てる、あ低く返ってきた突っつく、これでいいんですね。ゴンゴン打ってくれた方が カットの変化にミスしやすいので、でカットマン動かなくていいんですよ。あのドライブレンダーしてる時っていうのはここの左右の動きだけなんで、なので前後左右に揺さぶれるチャンスができて、しかも強打できるシーンも増えるからもう一石二鳥なんですよね。しかも無理しないから安定してる、ミスがないっていうのでカットマンからしたら超嫌だと思います。して打ち抜くっていうのはやっぱ技術いるんですよね、レベルの高さですけど、今のだったらやっぱドライブのスキルが自分のレベルこのぐらいしかなく、ドライブのスキルがこんぐらいし自分に全然ドライブ打てないんだよってこのぐらいしかなかったとしても、今のやり方でツッツキで基本粘って打てる時だけドンって打てば自分流で一番勝てる方法っていうのが見つかるのかなと思います。ということで以上3つのカットマンに対して3つの実際試合でやってるゲーム戦術を紹介させてもらいました。非常によく聞く3つ、私がもうこの3つで結構もうカット打ち得意にしてる、まあ私の中では結構カット打ち得意だと思ってるんですけど、今の3つをやるとですねかなりきます、正直なところ。なのでぜひ皆さんやってみてください。お二方とも本当に素晴らしいカットマンで全然ミスしてこない拾ってくるカットマンなので、本当に
もう普通にただやってる、ただ粘こっちも粘ってるだけじゃ勝てないっていうカットマンだと、やっぱもう一つ二つ三つってこういう工夫しなくちゃいけないというので、私のやり方をやらさせてもらいました。もう本当はあの今の中上級者のカットマンのあのお二方のおかげでこういう素晴らしい動画ができていることに本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。